こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワー始めていきましょう。さて、残りチェスト鹿児島戦ですね。能力、勝たなきゃ嘘でしょう。勝ちます、勝ちに行きます。その前に練習試合です。ダイハード富士見戦、まどか疲れてますね。とにかく疲れがね、疲れが結構深刻です。節子とカナやったらまあ似たようなもんですよね。でまあ当然ごとくこんな感じでいきます。さあ緑、ファールです。直接、惜しい、入った。先取点、緑が切って、これはバーにやりますが、そこのこぼれ球を緑が決めてきました。ラッキーな選手、ラッキーではないな、しっかりリカバーできた選手点でした。緑抜けられた。おーっと、さあピンチだ。おー、かな、ナイス。ちょっと一瞬ひるんだとこを取りましたね。テロ、かな、ナイス。クライス、さあセンタリング、これは届かない。おーっと、ここは完全に一瞬の隙。あー、何をやってるんだ。いや、落ち着いて決めてほしかった。今のは練習試合とはいえこういうとこですよね。裏をかかれた、体勢が崩れる。あーっと、同点に追いつかれた。練習試合だからいいものの、ちょっと守備に対する意識っていうのが問題ですね。チャンス、さあ今度は緑。緑が決めきれません。これパスを渡すとこはいいんですけどね。飛び込む緑、左だ。ただと、こういう思い切りの差多いですね。エリカ、うまい、緑。さあ落ち着いて決めてくれ。決まった。2対1、勝ち越しです。エリカ縦パスナイスでした。よりも今回は落ち着いて決めまして、再び勝ち越しです。さあ残りあと5分になりましたね。さあサスキ渡ります。しっかりボールをキープすることは大事。飛び込む、オフサイド。
エリカですね。エリカが飛び込もうとしたんですが、これは前へ出すぎました。さあ、残り時間あとわずか。試合終了です。2対1勝利です。いきなり開始5分に、このこぼれ球をボレーで決めました。だからこそ守備が甘くなったところを疲れました。もう完全に裏を抱えてピンチ、そしてペナルティ決められます。ここもしっかり上がったんです。ちょっとこれは遠きにくいか、まあ、飛び込んだ姿勢は良かったです。その3分後エリカナイスでした。ここは緑落ち着いて決めましたね。全立てには応えなければなりません。というわけで、終始ボールは、やっぱりボール支配率は圧倒的ですよね。しっかりシュートを決めて、勝ちました。課題も7ついただきました。ということで、プラス課題も5ついただきました。さあ試合の前に、選手のスカウトをやります。カオタ、ないですね。女子選手はいませんでした。ヒラリーがあと3周なんですよね。さあ、いよいよチェスト鹿児島とぶつかります。ここはしっかり勝率なんかも、1点差で2位ですから勝っていきたいなと思います。まあ、ここは負けるわけにはいかないってとこですよね。はるかを使うわけにはいきません。まあこのぐらいかな。しましょう。試合開始しましょう。一応勝率はやっぱ圧倒的に高いですね。ワッセスタジアム鹿児島、敵地での試合になります。
さつきが拾いましたが、これを細田が強引すぎる。それはちょっと届かないだろうな。さあ、さつき。左から窓か。これは？そうそう。決めました。うまく三角に抜けていきます。最後、おっと強引に、今のはチャンスだったんですが届きませんが、くるみが押し返して選手権。休まず攻め続けて掴んだ選手権となります。これですよ。チャージしてまた戻してゴールを決めました。ロイのアシストになります。早くも一人チェンジですね、鹿児島の方は。出ましたね。疲れている。ちょっと嫌な流れになりました。クロイツァナーコが、さあここクルミが一気に押し上げます。もう自分で決めてしまおうっていう考え方じゃないですね。ファウル。いやー、さすがにこれはもったいない。相手のチャージも厳しいですよね。さあここ気をつけてと思ったら夏希がいい判断で出ました。おー、強引に。これで前半終了です。さつきが結構疲れてるはずです。チャンスするかミニするか、まあクライスかな。みゆきも疲れてますね。しっかりやっていきましょう。彩香を投入です。クライスは真ん中へ、そつこが彩香チェンジ。後半です。飛び込む窓か、入った2点目。これはサポーターも大喜び、大きいぞって言ってます。大きい、確かに大きい2点目です。決まりました。さあこれで有利な2点目になりましたね。あっと、レノ、ね、上をすり抜けていきました。さて、どうするかですね。まあ、でも中央様子見ましょう。気をつけろ。
ナイス。そこで妙に、もうちょっと慎重に蹴ってほしかった。まあシュートのチャンスあったんですけどね。さあかなりもう点を取ろうとしてます。そこに隙が生まれれば追加点のチャンスなんですが、飛び込むクルミ3点目。すごい攻撃力、格が違うぞ。しっかり相手の焦り、相手の焦りからシュートを引き出しました。どっちが疲れてるかな。まあ、ミオ、左右に変えましてミオです。さあチェンジはなるか、成立ですね。交代は残り20分。まあこれはさすがに安心して見られるでしょう。疲れているところだ。くるみ、くるみハットトリックはなりません。でもまだチャンスありますからね。ノーホイッスル。攻撃攻めてくるでしょ。余計な失点だと言われてますよ、サポーター。ちょっと心象が悩むヘディングですね。おっと、簡単に取られてしまう。ファールです。おー、余計なんかイエローをいただいてしまいました。これはいけません。さあほとんど試合時間はない。試合終了です。ですね、前半27分、この前が早かった。クルミをしっかりレスポンスしまして、落ち着いて決めました。高かったクルミ。後半の、追加点はまどかでした。センタリングから7個のセンタリングですね。これは飛び込んできたまどか、ヘッディングで決めました。それからモンチェスト、鹿児島の猛攻が行われます。あ、これは高かった。また、だがリオ、ここは決めてほしかった。落ち着いて。さあさあ。そして3点目、決定的になりましたね。なんかまだ余裕があって、それをクルミが飛び込んできます、最後は。この後ハットトリックを狙いたいところでありますが、高かった。逆にチェスト鹿児島に1点取られてしまいます。一瞬の出来事でした。ですよ、まあ守りもたくさん偏ってたんですけどね。支配率はほとんど変わらず、課題もいただいております。国内シュートはこちらの方が多いですね。うん、いません。大阪も勝ったため
勝ち点1点差は変わりませんが、2位以内。ヘルガード欧州とは、勝ち点4点差をつけました。1ゲーム以上あるってことですね。昨年4位なので、2位以内を目標としております。クルミも、同点タイになりましたね。自動コア格回避です。入れ替え戦か、入れ替え戦の可能性があるってことですね。でかいですね。運命4000万。お、入団合意。いいえってしたらどうするんだろう。まあはいですけど、残留リーチかかりましたね。ちょっと1個だけ梅の非常攻撃とジャネットの最初ターン、練習試合があって年総で7です、ね、1位ですね。2年前4位でした。やはりフラスコですよね。これが強い。ディフェンダーにもかかわらずゴールを決めてますからね。すごいですよ、22点って。昨年のエースストライカー、文句なしの日本代表です。クリア三井なんかも出てはいるんですけど、やっぱり出番は、すごいですね。16ゴール上げてますね、昨年は。ということで、攻撃力は相当のものだと思っといた方がいいです。ないですね。ということで、次回はメンソーレ那覇との公式戦をお送りいたします。ここも15節、全部で22節なので、あと8戦ですね。ここも勝ってですね、2位以内しっかりキープして終盤戦へ向かっていきたいと思います。皆さんの応援が励みになります。応援チャンネル登録でもできます。1000人まであと20人ほどになりました。ぜひ登録お願いいたします。力をください。ブログ、ツイッターやっております。説明欄に
アドレス記載します。よろしければ見てください。今ゲーム動画でいこうではですね、ライブ実況をやっております。ファイアーエンブレム火星月A 列車で行こう、ないウィニングポスト、ファイアーブロイスリングワールドといったラインナップでお送りしております。ツイッターでライブ実況のお知らせいたしますので、ぜひフォローお願いします。この動画の最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。